先輩? どうやらフランスチームは全員食中毒の症状を訴え入院したとのこと。 オリオンは僕たち日本が反旗を翻そうとしていることを把握している。 そう考えると今回のことは 日本への見せしめですね。 何か俺たちにできることはないのかな。 悔しいね。 僕らは本当ならフィールドで出会うはずだった。戦いたかったよ。それなのに。あるよ、フランスパン。あった。あったぞ、フランスパン。このフランスパンが食中毒の原因だと証明できれば。今回の事件はフランス側の落ち度じゃないってことになるな。私は日本との試合の前日、フランス選手に生牡蠣を食べさせてしまいました。 選手の皆さんには悲しい思いをさせてしまった。本当に申し訳ありません。オリオンに先に手を打たれたわけか。これがオリオンの闇。怖いね、オリオンは。うん、だから僕らはなるんだ。オリオンもいる、アルテミスの闇ね。 先を越された? 俺たちが掴んだ食中毒の証拠は無駄になった。オリオンに先手を打たれたということさ。許せねえ。あいつらどこまで汚い手を使うんだ。確かにオリオンは何を仕掛けてくるかわからないね。心配でごっしゅ。ったく、今更何ビビってやがる。ジタバタしてもしょうがねえだろ。どんな相手だろうと俺たちは正々堂々戦うだけだ。 おお、遠藤君の言う通りですよ。監督、皆さんの次の対戦相手が決まりました。どこですか？じゃじゃじゃーん、ズバリ強豪ブラジルです。ブラジルはこれまでの試合相手に1点も許さずに勝ち進んでいます。マジか。監督、ブラジルはどんなチームなんですか？ それを知っていただくために助っ人をお呼びしました。助っ人？おい、もしかしてまた追加メンバーか。誰誰？カバン君。あ、皆さん扉にご注目。なんだ？あれ？リオンのカーニバルの皆さんです。 皆さん僕を一緒に。オーレー。サンバに何の意味が。絶対意味ねえだろ。単に呼びたかっただけだな。ほら皆さん、もっと笑顔でもっと楽しく。オーレー。とにかく僕らはブラジルチームの情報を集めよう。いずれにしても 人と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 
弟。ヒカル、大丈夫だった？え？黙って出かけたりして、チームメイトが心配するんじゃ。フロイを一人で行かせるわけにはいかないよ。ありがとう。兄さんには僕が直談判してみるけど、ヒカルが一緒なら心強いよ。ベルナルドさんってそんなに怖い人なの？うん。子供の頃、兄さんは僕の憧れだった。26、27、28、29。兄さんは若い頃から父さんのオリオン財団の仕事を手伝っていたんだ。そのせいでいつも多忙で、家にはめったに帰らない日々だった。広い家の中で一人ぼっちだった僕は、兄さんの帰りがたまらなく待ち遠しかったよ。そうそう、その調子。うん。たまに家に帰ってくると、兄さんは僕にサッカーを教えてくれた。すごい、さすが兄さん。兄さんはサッカーだけじゃなく何でもうまくやってのける人だった。完璧な兄さんを僕は心から尊敬していた。ベルナルド、誕生日おめでとう。ありがとう。母さんは僕には見向きもしない。優秀な兄さんがその愛情を独り占めしているみたいで羨ましかった。お前にこのボールをやろう。これは希望だ。昨日よりも今日、今日よりも明日、一回でも多くボールを蹴って明日に向かって夢を追い続けるんだ。サッカーは必ずお前に全てを与えてくれる。フロイ、ただいま。ねえ、見て見て、僕また上手くなったんだよ。兄さんにも負けないもんね。ベルナルド、帰ったの？今行きます。あ、憧れの兄さんに追いつきたい、その一心で僕はひたすらボールを蹴り続けた。だけど体は言うことを聞かない。どんなにあがいても思うように上達しなかった。頑張ってるな。でも先は長い。お前が上達するための時間はたっぷりある。焦らずに続ければいい。さあ帰ろう。無理だよ、僕は兄さんみたいに強くない、何でも上手にできない。兄さんとは違うんだ。クロイ、父さんの仕事は知っているな。世界中の恵まれない子供たちにサッカーという希望を与えている。知ってるよ、僕みたいな小さい子供たちのために。そうだ、いつも誰かのために。そんなベルナルドさんがどうして変わってしまったの？6歳の時、大好きだった父さんがこの世を去った。父さんに代わって兄さんがオリオン財団の全てを握ることになった。兄さん？
にしないで。そんな兄さんを見るのは初めてだ。いつも完璧な兄さんだけど、誰よりも父さんの死を悲しんでいるように見えたんだ。その時から兄さんは変わっていった。もうサッカーを教えてくれることもなくなった。オリオン財団を仕切り、サッカーを管理しようとする冷徹な男。そこにはもう僕の知る兄さんはいなかった。新しいオリオン財団に父さんの掲げた理念はなかった。それでも僕は兄さんを信じてサッカーを続けた。あの日の言葉に嘘はないって信じたかったから。自分のためじゃない、誰かを思ってこそ大きな力が発揮できるんだ。フロイ、君は今も信じてるの？優しかったお兄さんを。どうかな、今の兄さんが何を考えているか僕にはわからないよ。けどどんな事情があるにしろ僕はためらわない。兄さんの犯した過ちを追及するつもりだ。ああ、父親の死がベルナルドさんをそこまで変えてしまったというのか。フロイ、用があるなら事前に連絡を入れろ。兄さんに聞きたいことがあります。人を待たせているんだ、手短に済ませてくれ。じゃあ単刀直入に聞きます。フランスチームの食中毒、仕組んだのはオリオン財団ですね。何？とぼけないでください。選手を排除するだけでなく偽の証拠まででっち上げるなんて。僕はもう兄さんのやり方を見過ごすわけにはいきません。待てフロイ、一体何を言っている？何って。あの一件はフランスチームの専属シェフのミスということで決着したはずだ。シラを切り通すわけですか？心外だな。確かに私はオリオンの使徒を差し向けている。そのせいでお前たちが疑心暗鬼になるのも無理もない。だが今回の一件に関しては何も知らない。そんな、オリオンじゃなければ一体誰が？要はそれだけか。私は失礼する。すごい、さすが兄さん。兄さん、何の真似だ？覚えてますか、子供の頃兄さんが僕に言った言葉。自分のためじゃない、誰かを思ってこそ大きな力が発揮できるんだ。覚えているさ、世界中の子供たちにサッカーという希望を与えるため私は力を尽くしたい。その思いを胸にオリオン財団をここまで拡大してきたんだ。でも兄さんは自分の救った人たちさえ苦しめています。兄さんは間違っている。オリオンのやり方は、あ、そうか、待ってください。兄さんは力の使い方を間違っています。せっかくの力をあの人のために捧げるなんて。フランスチームの食中毒、仕組んだのはあの人なんじゃないですか？人、まさかオリオンにはベルナルドさん以外に黒幕がいるのか？ではリオのカーニバルで体が温まったところで、ここから本番です。皆さんに貴重な映像を見ていただきます。お、ブラジル戦の映像か。
あ、監督。イエーイ。うまそうでごしゅ。俺たちは一体何を見せられているんだ。ああ、言い忘れました。これは前に私がブラジルを旅した時の貴重なグルメ機構です。それは見ればわかります。ブラジル戦と何の関係が。絶対関係ねえだろ。あ、見て、サッカーしてる。ボールがボロボロでごす。でも楽しそう。ブラジル人は物心ついた頃から路上でボールを蹴り始め、サッカーに慣れ親しんでいるそうだ。彼らはサッカーを心から楽しんでいる。サッカーこそが生きる希望なんだよ。その通り、楽しんでプレーする、それこそが強くなるための最大の秘訣です。俺はブラジルの全試合を見て分析してきた。奴らはこれまで日本が戦ってきたどのチームよりもポテンシャルが高い。兄さん、お願いです。真実を話してください。真実か。とりあえず教えておこう。次に日本と戦うブラジルチームは全員がオリオンの使徒であり、私の直属の精鋭たちだ。だが約束しよう。私は試合中以外に日本の選手には一切手を出さない。一星君、君が私のやり方に異議を唱えるというなら、ブラジルを力でねじ伏せてみせろ。オリオンの下で高き志を抱く者たちを君たちが阻止できるのかどうか注目しているよ。フロイ、一体何者なんだ。フランスチームの食中毒を仕組んだ本当の黒幕は。君には目星がついてるんだろう。一応ね。少し時間をくれないか。一人で調べるつもりか。君に余計な心配をかけたくないんだ。どういう意味。その時が来たら話すよ。わかった、気をつけろよ。はあ、じゃあな。みんな心配していますよ。そのお野坂さん。さて、何を調べてきたか話してもらおうか。そっか、俺たちが考えている以上にオリオンの闇は深いんだな。なあ、オリオンの黒幕って一体誰なんだ。フロイは見当がついているようでしたが。もしかして監督は知っているんじゃありませんか。知りたいですか。ズバリその正体とは。私にもわかりません。わかんねえのにもったいぶるなよ。誰より皆さん、今はブラジルとの戦いに集中するべきでは。そうだ、目の前の敵に全力で挑もう。お、相手が何者だろうと俺たちのサッカーをやろう。しかし奴ら全員オリオンなんだろう。それにオリオン財団理事長直属の精鋭って、そんな奴らとまともに戦うんですか。当然だ。面白くなってきやがった。お前ら分かってないようだな。何？ブラジルがたとえ全員オリオンだとしても彼らの実力は本物だよ。おそらくまともに戦ったとしても今の僕らでは勝てない。
ういう意味だよ。言葉の通りさ、彼らの実力を侮らない方がいい。感じる君の思い、世界よりきっと遠い。We need 全身一心全身。I love you。 赤いリップ引いても、 I miss you。 君の心は勝てる。どうしてもフェイスとフェイス、今すぐ会いたい。突き刺すオリオンに染まる世界の強豪ブラジル。だけど予想に反して彼らは熱く気持ちのいいチームだった。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印、熱い奴らが来た。稲妻イレブン今日の格言。楽しんでプレーする、それこそが強くなるための最大の秘訣です。以上